こんにちは、もりもりです。今日はですね、久々の休みなのでちょっと寝負けのままお送りしておりますけれども、そうですね、大学病院に行った時も100連勤の苦痛だったんですけども、久々の休みということでね、フィンランドのマリン首相が言っていた週休3日制をね、提唱しましたけれども、やっぱりマリン首相が言うようにね、人はやっぱり働くために生きるのではなく、生きるために働くっていう、セリフはとても共感できるところがあります。で、今回はですね、人間関係に疲れたあなたへというタイトルでね、お送りしたいと思うんですけれども、やっぱりその精神科で哲学者でもあるアルフレッド・アドラーがね、言ってるように、やっぱ全ての悩みは対人関係の悩みであるって言ってまして、皆さんもね、悩みあると思うんですけれども、はい、私悩みないって言ってる人も絶対人に言えないような悩みは絶対あるはずで、悩みがない人なんてこの世にいないんですね、人間である以上は。で、大体その悩みって皆さん対人関係じゃないですか。いや、そんなことないよって、例えばお金がないよって、お金がないって言ってる人もですね、そのお金っていう貨幣は他の人も共通してその貨幣に1万円という価値を見出してるわけであって、やっぱり対人関係なわけですよ。まあ、このアドラーが言ってもすごい極論ですけれども、すごいね、納得できるところもあるなと思いまして、今回はですね、皆さんいろいろ悩みがあって、ほとんどが対人関係だと思います。それね、どうやって解決していくかっていうのを最初に注意しておきたいんですけれども、これは僕の個人的な考えではなくて、有名な研究結果であったり、哲学者、精神科、心理学者の考えを言ってますので、その辺は注意して聞くようにしてください。というか、安心してください。テキサス大学でこの有名な研究がありまして、学生を対象にしてるんですけれども、スノーキャラをね、隠している人の方が、何倍も体調を悪くさせやすいということで、こんな研究結果が出てます。やっぱりその心の乱れっていうのは、やっぱり自律神経の乱れにもつながりますので、その自分を隠して、本音を言わないということは、体調とかはね、崩しやすいことにはつながると思います。 CA を対象にした実験がありまして、なんで CA かって言いましたら、 CA って結構めんどくさいお客さんとか、ちょっと意地悪いお客さんにもね、笑顔で丁寧なサービスをしなくちゃいけないっていうね、お仕事ですので、そんな CA さんを対象にした実験でも、やっぱり自分の感情を押し殺してる人ほど体調を悪くしやすいっていう研究結果が出てます。本音で生きるのが一番いいんですけれども、やっぱりその会社とか職場でね、どうしても目上の人とかにやっぱ本音で言えないところとかいっぱいあると思うんですけども、どうしたらいいかっていう、自分の感情を押し殺しはするんですけれども、軽い演技をして、相手とどうやったら仲良くなれるか、相手とどうやったらうまくやっているかっていう目的に立って、行動とか振る舞いとか言動を気をつけていくと、結果的にうまくいったっていう研究結果が出てます。ですので、何かうまくいかない上司とかね、同僚とかいるときは、どうやったら仲良くできるかっていう前提に立って行動するのが一番いいと言われてます。ですので、もう相手が嫌だからって言って、すごい口論したりとか、すごい無視したりっていうのは、結果的に良くない方向には行くのは明らかですね。もちろんその本音で生きるのが一番いいんですけれども、具体的にどうしたらいいかっていうね、考えを言いたいんですけど、これも先ほども言いましたように、僕の個人的な考えではなくて、有名な精神科とか哲学者とか心理学者の考えですので、注意してください。皆さんもご存知の嫌われる勇気でおなじみのアルフレッド・アドラー。フロイト・ユングと並んで心理学の三大巨頭と言われてるね、人なんですけれども、多くのね、自己啓発メンターに影響を与えた人で、ホリエモンさんもすごい影響を受けていて、書かれている著書でもほとんどアドラーのね、心理学の内容を結構書かれていることが多いんですけれども、やっぱり本音で生きるのが一番その精神的にも安定しますし、なおかつその体調とかを崩しにくいっていう研究結果も出てますので、やっぱり自律神経を安定させたりするためには、やっぱり本音で生きるというのが一番大切なことだと思います。アドラー心理学によりますと、嫌われる勇気、これは嫌われろっていう意味ではなくて、嫌われるのを恐れないっていう意味ですね。なので、人にどうこう思われるかっていう、そういった考えはしないで、自分の言いたいことをしっかり言う、本音を言う、自分がどう思ってるか、どう行動したいか、どうしていきたいかっていうのをしっかりと伝えることはすごい大切なことだと思います。承認欲求は、アドラー心理学では認めてないです。SNS とかで人からいいねがたくさん欲しいとか、親から褒められたい、親からいい息子であるって思われたい、こういった承認欲求は認めないです。親が例えば息子に弁護士になってほしい、お医者さんになってほしいとしましょう。で、息子はですね、その親が言ってるから弁護士になりたい、親が言ってるから医者になりたいっていう考えを持ってると、それは自分の人生を生きてないんですね。その親の人生を生きてしまっているので、そういった承認欲求とか他人の人生を歩く、こういったことは絶対にしない方がいいです。
僕も一応父親は医者なんですけれども、父が医者だからってわけではなくて、もちろん最初はサッカー選手になりたかったりとか他に多くの夢があって、まあ、結果的にいろいろ今後の人生、また自分が理系であることを踏まえて結果的に医師を志したんですけれども、やっぱり他人のね人生を歩くのは絶対良くないです。アドラー心理学によりますと、人はそれぞれ主観的な人生を生きているので、人と人とは 100% 分かち合うことはないという前提に立ってください。どんなに仲良くても、どんだけ親友であったとしても、分かち合いの部分は多少は絶対にあります。もちろんね、全く気が合わない人とか仲良くなれない人っていると思います。それは人と人は 100% 分かち合えることはできない、こういう前提に立ったら結構人生は楽になってくると思います。なのでよくギブアンドテイクって言葉ありますよね。自分がこうしてあげたから、こうしてもらうべきだって考えてしまうんですよ。そうすると人は悩んじゃったり、自分はこれをしてあげたのになんであっちはこれしてくれないんだろうって思っちゃうんですね。そうすることで対人関係というのは乱れてくるんですけれども、もうアドラーは完全にギブアンドギブって言ってるんですね。人生はギブアンドギブなので、そういう前提に立てば相手からの見返りを期待する必要はないので、そんなに病まないで済むと思います。あとはですね、心理学者のフェスティンガーっていう方が言ってるんですけれども、そんな人と比べるな比べるなって言われてもね、まあどうしても比べたがる、こういうのを対人比較欲求っていうんですね。まあ人と比べない方がね、まあ気持ちも楽になりますし、まあ、人と比べることでいろいろ悩んだりくよくよしたりしちゃいます。まあ、全ての悩みは対人関係の悩みであるっていう言葉もありますのでね、どうしても人は他人と比べたくなっていろいろな、ね、人と比較してしまいます。こういうのは社会的比較って言うんですけれども、やっぱりどうしても例えば SNS とかで他の人が楽しそうにしていると、ああ自分は楽しくない一日を生きているなと思ってちょっと病んじゃいますよね。これも自然な流れで、まあ人間のもともとある本性なんですね。逆に人がすごい落ち込んでいたり、まあ、自分はちょっと60点取っちゃった、でも隣の友達は40点取った、そしたらまあ相対的にね、あ自分の方がちょっとマシだなって心ちょっと救われますよね。こういうね、あの他人とどうしても比べちゃう、こういうのは対人比較欲求って言います。人と比べちゃうっていうのは、まあ、人間である以上仕方のないことで、逆にそういった対人関係によって、どうしても悩みが生まれちゃいます。基本的に悩みのない人間はいないです。先ほどちょっともうアルフレッド・アドラーの話をしてましたけれども、他の専門家のね、意見も言いたいんですけれども、前の大学病院で働いた時の後輩に精神科医の人がいて、いろいろ本を出している人がいたんですけれども、志村先生ですね。この人が書いてるのが、アメリカの医療現場の最先端の ACT、ACT の ACT っていうね、精神医学の、まあ、認知行動療法なんですけれども、これ簡単に説明しますと、例えばですね、悩みがあったとします。普通悩みができたら、それをもう考えないようにしたり、それを避けたり、それを忘れようとしてお酒を飲んだり、友達と、ご飯行ったり、自分の趣味に没頭したりして忘れようとしますよね。悩みなんだよ、忘れたいのはもう人間の本性です。ですけれども、アメリカの最先端医学のね、あの、ACT っていうのは逆に、そういった悩みを受け入れて、その悩みに対してあらゆる多角的な視線から、なんでこれに対して自分は悩んでるのかと、とことん向き合う。もうとことん向き合うことで、その悩みを受け入れる。受け入れることで、だんだんとね、それに対しての嫌な思いとか、それに対して、その悩みに対しての不快な思いというのは減ってくる。こういった認知行動療法というのが、アメリカの最先端医学では推奨されています。確かにね、忘れようとすれば忘れるほど何回もそのことを考えてしまって逆に記憶に定着しちゃうんですね。なので基本的に悩みっていうのはすぐに忘れるってことは結構難しくて、結構一日寝たら忘れちゃうっていう人も言ってるんですけど、絶対心のねどっかで必ず残ってるんですよ。なのでアメリカの最先端医学ではむしろそれを受け入れるって方向にシフトチェンジされています。その方が結果的にうまくいってるっていう論文も多くありますので、実践してみる価値はあると思います。他にはですね、精神科の和田秀樹先生というとても有名な精神科の先生がいるんですけれども、この人はですね、まあ、もうちょっと雑に生きてみないかっていうね、本を出されていて、まあ、多くの精神科の先生はですね、結構こういうことを推奨します。なぜかというとですね、結構深く悩んじゃう人って結構完璧主義の人とか、几帳面な人に多いんですね。僕も結構几帳面だったりするんですけれども、もう日本人で結構几帳面な人が多いですよね。で、結構几帳面な人って、比較的完璧主義な人が多くて、結構ね、物事はこうなってないと思い通りにいかないと、結構イライラしちゃったりとか、ちょっと怒っちゃったりとか、まあ、精神的に不安定な状態になるんですね。精神科の和田秀樹先生が推奨しているのが、もうちょっと雑に生きようということですね。
ちょっと雑に生きよう、適当に生きよう。これがすごい精神的にはいいって言われていて、もちろん適当っていうのは、まあ、仕事を放り投げたりして、まあ、学校をサボっちゃったりとか、そういう適当って意味ではなくて、まあ、大体このくらいでいいんじゃないかとか、その気持ちをちょっと楽にするって意味ですね。これ、ね、ある程度の適当を去って、仕事の効率とか勉強の効率にも通じるところがあるんですね。で、あとはですね、結構鈍感に生きるっていうのはすごい、推奨されていて、結構日本人って貴重面で、まあ貴重面だとね、まあどうしても精神的に乱れやすいんですけれども、比較的鈍感に、まあ他人からどう思われるというのは実際どうでもいいことなんですよ。それは他人の課題であって、自分の課題ではない。これはアドラー心理学にもある課題の分離っていうものですけれども、人からどう思われたっていいんですよ。結構貴重面な人って、自分がしている行動に対して相手がどう思ってるかって結構気にしちゃうんですね。なので他の友達とを介して、私のこと悪く言ってなかったとか、私のことどう思ってたって聞いたって結構聞いちゃうんですけれども、実際そんなことはどうでもいいんですよ。他人が自分をどう思うかっていうのは実際にはもうどうでもよくて、平穏に生きるためには、絶対鈍感に生きるようにしましょう。あともう一つは期待をしないことですね。期待をしないってことはもう和田先生に限らずどの本でも結構精神科の先生多く言っていて、人生はギブ&ギブっていう前提に立った方がいいんですね。まあギブ&テイクっていうね、考えをね、どうしてもしちゃいがちなんですけれども、まあ、見返りを求めないとか、他人に期待をしない。これが一番精神的なね、安定につながると思います。平穏に生きるためには、適当に、鈍感に、期待せず、この3つをね、しっかり守った方がいいと思います。はい、というわけでですね、今回は、人間関係に疲れたあなたへというタイトルで、いろいろな精神科とか哲学者、心理学者の考えを通して、どう生きたら平穏に生きることができるかについて、解説をさせていただきました。少しでもためになったなと思う方はぜひグッドボタンを。今後もですね、こういったメンタル系の動画も多く上げていこうと思いますので、ぜひ今後の新着動画を見逃さないためにぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日もご清聴どうもありがとうございました。